まあ、あの、いろんな、まあ、確認ということも言えるわけですけど、意識の進化拡大という瞑想というのは意味があるんですね。それは一朝一夕でなるものじゃなくて、毎日ちょっとずつちょっと意識が進化していくんですね。で、瞑想するたびに進化するんですよ。で、瞑想しなくても、まあ、生まれた地点から、死ぬまでの間に、意識っていうのは、いろんな経験を通じたりしながら、進化拡大を続けています。まあ、ここ、一生、一生終わる地点の存在が、まあ、これだけの進化のレベルがまあ得られるとするじゃないですか。普通の生活してても。で、瞑想するということは、これはもうこんな風に、こんな風に加速がついて、もう進化が、まあ、あのレベル以上になったらもういわゆる悟りの領域ですけれども、進化が加速する、まあ、比較急速的に加速する、あるいはもっと急角度で、進化が加速する、進んでいくんですね。だから得られる時間、まあ、年数とか時間で得られるその進化の度合いのレベルが全く変わっていきます。そういうものなんですね。それでちょっとずつちょっとずつの進化なので、これを積み重ねていって振り返ってみれば、自分がこう変化していることが気づくんですけども、変化が1日や2日でやられるのではないですかね。まあ、大体ね、例えばその、まあ、あれじゃないですかね、3年前の写真と今見たら変わってるでしょ。はい、どのように変わるんですかね。まあ、一般的にはですよ、一般的には、あ、老けたなと、6年前から老けたなと、いつから老けるんですかね。例えば3年前から、今日から老けましたという日があったわけじゃない。はい、気がついたら、老けてるつもりはないんやけどね。だけど、3年だと、まあ、1000枚ぐらいの写真をずっと毎日と私たちを並べていると、まあ、だんだん変わってきたなというのは分かるけど、この日をもって変わったという日があるわけじゃない。毎日毎日実は老けていってる。毎日老化してるわけでしょ。そういう変化は1日や2日で感じないんですよ。昨日から今日にかけて老けたって、それはないです。瞑想は同じなんですよ。ちょっとずつちょっとずつ本当に成果はわずかずつ得られますけれども、まあ、ね、単位があるわけじゃないけれども、まあ、0.1 ずつ増えるようなもんで、それで、積み重ねていって、むしろ、まあ、振り返してみると、大きな変化を感じます。だから、生まず絶え、まずコンスタントに瞑想は実践するしかありません。で、まあ、ただ座っていても、何の変化ももちろん感じるわけじゃないですが、ただ、あるとき、まあ、積み重ねていくと、瞑想が深くなっていく、身体感覚が激白になっていく感覚で感じます。あの肉体の存在感が消えてしまうとか、そういういろんな意識上の進化に、伴ったね、自覚という感覚というかね、そういうようなものが出てくるわけですけど、で、まあ、いつもよく説明しているのは、魂がこう光り輝いているわけですけれども、まあ、老壮年の大きもがあって、まあ、自覚している人、自分の意識にはこの黒雲を通じて、というか黒雲は放送年ですから、まあ、無意識の中に堆積しているいろんな感情層年ですよね。放送年ですよね。これを通じて出てくるわけだから、反映してくるのは光の自分、魂の光の自分であるんですけど、放送年がここに投影されるわけですから、なかなか魂の自覚というのは得られない。ここを持って肉体自我、肉体自我の存在感で自覚しかないわけですね。で、瞑想するっていうことは、まあ、それこそ説明する必要ないんですけど、まあ、あえてね、理解を進めるために、
説明するならば、まあ、房総年というのは人体と一緒になっていますから、目を開けていろんなものを知覚する。知覚するということは、心が動く、思考が動く。思考と心、感情が動くということは、これはまさしく肉体側の営みになっていますね。だけど目を閉じて座る、まあ、睡眠と瞑想は同じ、失業と同じだということを言っているように、まあ、肉体を置いたままで表面意識をできるだけ希薄にする、そういう状態になっていますから、房総伝の働きというのは、房総伝が存在していても、まあ、房総伝の働きが、例えば、まあ、房総伝がこんなふうに働いてたら、これがこういうふうに反映してくるわけですから、心が涙してくるわけですけれども、まあ、肉体と房総伝、お互い相関的に関係してますから、肉体を緩めていくと房総伝も働きが緩やかになってきますよね。だからリラックスしているときには、そんな房総伝が浮かんでいくにもなるんですよね。瞑想もそうやって肉体からアプローチしてますけど、でまあ、房総伝は静まった状態になるときじゃないですか。さっき言った涙が出ている状態で、魂は光ですから、光は必ずこの肉体の自覚的意識の、今私たちが自覚している意識にも光は投影しているんですよ。ただこういうフィルターになっているような房総伝の遮蔽物を通るもんだから、100% の光が、まあ、例えば 60% ぐらいになったりしているわけでしょ。で 60% ぐらいになっているんだけれども、涙だったりすると心は涙だった状態で、60% の魂の自覚っていうのも、まあ、乱れてしまっているような感じなんです。ところがこうやって心を沈めて房総伝が、まあ、涙らない状態になってくると、この 60% の光、ここへ到達してた房総伝を通じて到達してた 60% の光の部分は感じてくるわけです。落ち着いてる、ここは反映して受け取るところですよね。そうすると心が静まっているという言い方をしますけれども、心が静まっている、ちょっと平安な感じになって、この光の 60% の部分を感じられる状態なんです。それがだから瞑想の時に感じている正月安らぎと平安の状態というかな、そういう感覚になってくるんですね。だからこれをまあ瞑想のそういう静まった境地、明鏡止水という言い方をしますね。いわゆるまあ深山幽谷に湖があるとして、無風状態だと鏡のように過ぎてたりとか、月があれば月を完全に映します。そういう心の状態するとここの光が 60% で当たってる、60% の真我の光を受け取ってたら、真我の自覚が出てくるわけです。だから瞑想してるときは真我の自覚、真我そのものになっていると、そのものというか真我になっているわけです。ね、60% なんですか。だから、心は静まっているけど、私は魂だとか真我だとかっていう自覚までは至りませんでしょ。なんか本当に平安でね、静かで、すごく、素晴らしいところの広がりを持った、そんな存在感を感じると思うんですね。それが明鏡止水の状態です。で、まだこれはだから 60% なら 60% の光の感覚ですから、完全に 100% 受け取っているわけではないので、悟った状態ではないんだけども、だからすぐに目を開けたら、僕が動き出して、また思考と感情が活動し始めますよね。でこの状態だけでも保てれば素晴らしいんですよ。これ難しいですよね。ここがあるから邪魔する、常に成り立っていきます。外から来る、まあいわゆる五感を通じて、まあ視覚が生じるわけでしょ。なお見る聞く味わうとか触るとかね、そういう触覚、嗅覚とかそういうものを刺激される。どうなるかというと、途端にこれ、脳機能として
思考、感情が反応してくるね。これは反応ですね。でここはあの脳の機能ですね。脳にこの信号が行って反応を起こすわけですよね。でこの前から感性の話をしてますけれども、感性の場合はね、感性の場合はこの五感の知覚とは違う領域なんです。例えば気が分かるというのは気は五感ではないんです。五感を超えた感情、感性の領域、もっと、高次元の私たちの、知覚ですよね。これは脳じゃなくて直感なんですね。脳に行くんじゃないです。これは脳に行くともう思考と感情が出てきますよね。感性は直感に行くんです。直感領域に行きます。で、話はちょっと戻ります。戻ってまたこっちに行きますね。振り回しますからね。で、三角等価の状態で瞑想するときっていうのは、ここでも合奏練があって、うまくいったら先生にパッと整えてもらうと、どうですか、感情を抱いてください、嫌なこと思い出して何も出てきます。そして、持ってもらってもわかります。スッと引かれるようになります。ここにこう穴がうがたれて 100% のエネルギーが一様の光であれ、一様の光であれ、100の光が届いているような状態、これ三極等態ですね。さっきはここが静まったから、フィルターを通ってきた光が受け取れる状態 60%、 これは100来てます。あの時は三極等態は悟った状態です。あのままいれば悟った人ですよね。その違いです。その違い、だから三極等価の状態で瞑想してくださいって、この状態で瞑想したら一番理想の瞑想です。だけどそうなくても静まってきたら、さっき言ったようにこう五素念を浮かしてやってくれる割合は100ではないけれども、平安、昭和、安らぎ、そういったものを感じれる瞑境止水の状態になったりしますね。これは雑念も出てこない。だから三角等価の時は雑念出てこないの？瞑境止水ですよ、いきなり。ね。だけどそれは普通に、例えば今日初めて参加された、オクレさんだったかなんか忘れたという、その方が、なんかだとよくわからないから、ただ座っているとなんかものが出てくるということでしょ。ラーメンやカレーライスやいろんなものが出てくるという雑念に、囚われなければ瞑想状態なんですけども、でも光を感じるということはないですよね。でもそれが理想の姿勢をとって座った場合、皆さんが学んでいるようにね、腰の位置だとか角度だとか、そういう状態で座った場合はピタッと雑念は消えますね。まっすぐしたところから1、2度、3度までのぐらいの間に角度を見つけたりしてるというのがあるでしょね、頭の位置で、そういうのを正して座った時にはもういきなりピタッと雑念も出てこない、瞑境止水です。もう素晴らしい瞑想状態になります。だから三極等価の状態で座ってくださいというわけですけどね、なかなか難しいかもしれない。だからそれを修練して学んでいくんですけども、それでその、違いを分かっていただいたと思います。ただ座っただけでもだんだん心が静まってくると、さっき言ったように真我の光というのは感じられてくるから、調和と安らぎの状態になる。三極等価で座ると、その座った瞬間から勉強止水状態、心が澄み切った状態、つまり魂の光を、地上の光であれ 100% の光を受け止めて、自分自身が光輝く魂と同化して同じ光を放っている存在に、その時はなっているわけです。お釈迦さん、イエスさんは常にその状態になっている。
ね、だから保証のないイエス様みたいに常時その状態になることが、まあ、完成形ですよね。目指すべきところですよね。だからイエスや坂の上になりましょうと先生もおっしゃっているように、そうなれば常に強力な魔界を渡れた光が放たれ、ね、純粋な火が溢れ出している。 何かを意図せなしなくても、うん、見るだけで触れるだけで、まあ、いろんな心身の病に立ち残り見えてしまう、そういう存在になってしまうんですね。まあ、そういうことなわけです。原理で言うと私は座学専門ですからね、先生は代わりに原理を説明した。それは原理を説明しないと納得しない、理屈の教育を、ね、得た現代人はなんでそういうことになるのかね。それでもう一つはね、わずかずつでも進歩してるんですよということ、これを理解しなかったらもう花やってても何になるけどと思って出してね、一週間やってるけど何の変化もあらへんと思う人がおったらね、あまりにも早く記憶効果を求めすぎてるので、そうではなくて出る限りは進化向上発展は続けてるけれども減少するんですよ。そこがつくる、早く目覚めないと高く調和をされると究極絶対の幸福を得たんですということなわけですね。で、まあ、この前から感性ということもお話しているように、私たちがここで学んでいるのは感性のレベルということなんですね。だからドンスイングドンスイングということ、ちょっと先生今までもおっしゃっているように思考といえば肉体自我の働きだったんですよね。これは肉体自我の機能です。肉体自我は思考と感情という形で明確に肉体自我の活動が現れます。思考と感情が全く働かない状態、明瞭止水、心が調和と安らぎと愛と光に満ち溢れた状態というのは、神我の状態です。神我が権限している、権限の思考の地上から神我を権限させないといけない、私たちはそういう存在、誰もがこうなっていますから、だから誰もがもう社会でイエスのような存在になり得るんだ、 だから全ての人は神ですよというのはこういうはっきり言えるんですよ。明らかに間違いない、絶対ね。で、まあ僕はまあ修練もね、まあここで実習するのに何遍やっても何遍やってもうまいこといいからね、例えば手を持たれて上に上げる単純な、まあ、ワークですけど、基本の基本ですよね。手を持たれてもいつもぐんと力が入って上がらない、力が入るというのは肉体自我が働くからですよね。上げてやろうという意図、上げてやろうという意志、そしてこんだけの力で持たれたんやから、それに増す力で上げなければ上には上がらないだろうという無意識の計算ね、意識にはそうでもないらしいんですよ。今だと習慣がありますね、習慣があるから無意識にそういうふうに考えてしまう、思ってしまうということも含めて、だから無意識も書き換えないというか、書き換えないと繰り返し経験せないと、ね、そういうふうにやっていって、あ、何遍やっても何も何でも何でも通ってるけど全然いいですかね、まあ、向いてないに違うからね、能力がないんちゃうか、先生だけが特別なんちゃうか言って、諦めて、去ってしまう人もいるかもしれない、いたかもしれない。だけどそれはね、ちょっとずつ進歩するというのが問題なんですよ。実は毎回毎回失敗しながらもここへ来て枠を受けるするということはね、感性で捉える練習、自分の中の今まで古くあった今言った一体自我の計算尽くしの方が働くようなシステムから新しい感性の回路に切り替えるためには、それは例えば30年肉体自我を中心にね、主体に生きてきた人が、この回路を1年や2年で、その今までの無意識の回路まで切り替えるなんて難しいでしょ。中には才能がある人はできるかもしれないね。そこです。だから、ちょっとずつ、しかも感性というのは、例えばね、いい話が、死、こういうの知ってますか？死ゆう鑑別士知ってるか？
え、本当？知ってる。素晴らしい。そうなんですよ。ヒヨコのオスメスを見つける、分別する、すごいスピードですよ。すごいスピードですよ。ね、これをね、学び、これはあの日本人なんですよ。これが達人はみんな、まあ何人もいると思うんですけど、ね、海外からもみんな学びに来てるんですよ、実は。ね、機械はできませんよ、あのスピードでね。それで教えてくれて来てるわけですよ、海外から。ね、それであの習って帰っていくんですけども、教えられへんんですよ。どうやってるんですか。いや、わかりません。え、見て覚えてます。見ても分からへん。何をどうやって、どういう目印をほとんど分からへんんですよ。らしいんですよ。ね。こう、肛門かなんか調べるわけですね。ひよこの顔、生まれたばっかりです。でね、例えば1万回でも2万回でもやってるのにさせるとするじゃないですか。次やってみてくださいってやったらやれへん。だけど見てて分かるわけですから、イエスのイエスの違う違う違う、おてるおてる、あそうそう、あ違うよってずーっとやっていくと精度が上がってくるね。そのうちオッケー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 、違うオッケーオッケーオッケー、精度がもう 95% になってくるでしょ。オッケー、分かる。どうやって見せてますか。分かる。分からんのです。分からんのですよ。だからその人も教えられるんです。欧米人は原理と方法論を求めます。マニュアル。分からない。感性でしかないですよ。感性なんですよ。なんぼ機械が性能が良くなったって、もうこれに頼らざるを得ないですよ。知ってるでしょ。最後の機械がバーッと磨いた。あのね、レンズでも最後は人が磨く、仕上げは 0.01 ミリとかね、7のレベルで磨けるわけですよね、人は。こうやって磨いて OK 言うたら来た、機械が要請の7までがね、要請当たる。おおおお、今日は秋、9月に入ったらいきなり秋のような空で爽やかな風が吹いてますよね。それで、あとまあこれは日本に限らないことです。人間である限り感性なんですけれども、対空監視、今俺使わへんことだよね。戦時中ですよ。戦時中にね、イギリスがあの自分のところの飛行機が帰ってくる、敵のドイツの飛行機が飛んでいる、見分けがつかへんんですよ、ね、見分けがつかへんから、こんな降車法でなんかね、帰ってくるイギリスの飛行機を返したら、墜落させたらすごく損があるでしょ。それでどうしたか、あのマニアがいるわけですね、飛行機がね。パッと見たら、あ、イギリス、ドイツ、イギリス、ドイツ、分かる。で、そのいう連中を見つけてきてない。だけど、ここにいるたら、要請するから、このちょっと兵士たちに教えてくれ。教えられる、分かる。え、同じやり方です。見てて、え、ドイツ、ドイツ、イギリス、イギリス、ちょっともう 何万機も見させるでしょ、言ってみって言ったら、ドイツ、イギリス、分かってきたらな、どうやって見つけるのか、本人も感性で伝達してる。ここも伝達ですよ。先生から伝達されたダメですよ。頭で理解しても全く見つけない。さっきも教えられないですか。同じじゃないですか。教えられないは正解です。教えられるんやったらマニュアル書いて本出して、ね、出版したら全国の人が見てやったらパッとできた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 なるけど、ならへんでしょ。 YouTube 見たらならへんやろ。直に触れる感性で言ってごらん。だから全く頭を使わんように、思考を使わんように、ただ感じて
ああこんな感じだっていうのを徹底的に自分の中に浸透させていくような学び方をここでしなかったら自らにってくるね。同じなんですよ。これでこれはだから無意識の世界なんです。はい、はい、久しぶりです。あ、はい、こんにちは。あ、福井さん早かったかね、早かったかあの無意識が気を遣うという、そして無意識に英知がある、まあ、前からそれは説明して。あ、お久しぶりです。よろしくあ、よろしくお願いします。ちょっとヘコだ、ヘコの方、ヘコ、しんどかった、ま、それがここのところですよね。こだちえ、私たちの魂はここですよ。ここに英知もある。万物の全ての情報が全てここに存在している。これが宇宙意識ですよね。いかにここにこの表面意識を、自覚意識を到達させていくかということですね。だから瞑想もここへ直結させることでしょ。三極状態原理が分かりますね。魂に至ること、そうすると英知に満ち溢れたところです。だからこの無意識のレベルにはが気を遣っているわけです、ね。例えば、東洋学での脈絡計画から体中は張り巡らされているけど、そんなことを意識的に巡らせないと無意識が巡らせているわけですよね。目に見えないエネルギーの伝達経路なんですね。非常に重要な経路、神経や血管よりもそれ上位にあって、それらを司っているような領域に機能身体があるわけです。一番大事なんですけどね。そういうのはこの無意識を使う、心臓動かしの無意識を動かしてくれてるから、こまず大事なんです。これ無意識なんです。無意識だから、意識を使うとあるから、意識というのは表面意識であり、思考、理論、理屈、そういう世界ですよね。これは狭い範囲のことしか分かりません。無意識で目に見えない領域、そして高次元の微細な領域のことは思考領域では扱えません。それは知識として、まあ、なんとか概念的に名前つけたりして、例えばキーとかいう概念はつけるけど、キーって言うんだって、キーという言葉は伝達できる。だから伝達できて、キーですから、キー分かりましたってならへんんですよ。キー分かりましたかって。キーって言葉を聞いて、ね、知ってますその言葉。まあ、キー分かりますか、感じますか、使えますか、使える。言葉はそんなもんですよ、力が。そこをよく理解しないといけないんですよね。ってなことで、なんか質問するじゃないですか。分かっていただけましたでしょうか。いろんな角度から、いろいろ分かっていただくように、思いついては、思いつきで出たら出たらみたいな、手任せで、ピンとひらめいて、これも全部、ひらめくようなとこからなんですよ。先生もいつもひらめきで、出任せで言ってますから。出任せでここから出てくるから真の声なんです。頭つこうとやったのは知識なんです。知識なんかは力がないんですよ。うん。そうです。生きた魂からのメッセージかな。無意識からの生きたエネルギーに満ちた情報でないとダメです。それがだからここの無意識から出てくる。そうと、ここから出てくるものってエネルギーに伴っていますから、すごい説得力です。スポーンと入っていくる。だから納得もする。理解もする。なんか知らんけどな。言葉難しい。分からへん。なんか分かった気がする。っていうことになるのは伝達されてるんですよ。エネルギー。そこが大事です。そこ。ということで、終わりましょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。